ヘリオポーズとボイジャー1号2号の位置ヘリオポーズとは、太陽から放出された太陽風が、星間物質や銀河系の磁場と衝突して、完全に混ざり合う境界面のこと。太陽風の届く範囲を太陽圏、ヘリオスフィアなどと呼ぶが、その外側の宇宙空間である極小光星間雲との境目を表す用語である。太陽系の外縁部に達した高速の太陽風は、 生管物質との衝突や静管磁場により減速されて末端衝撃波面を形成している。末端衝撃波面の外側は低速度の太陽風と静管物質とが混ざり合うヘリオシースという領域を経てヘリオポーズで完全に静管物質に溶け込んでいるとされている。さらに太陽系は銀河系の中を公転しているためヘリオポーズ外側の公転の進行方向には 光点による生管物質とヘリオポーズとの衝突で生じるバウショックと呼ばれる衝撃波面が形成されていると考えられている。ヘリオポーズまでの距離は学説によりばらつきがあるが、おおむね太陽から50から 160au の位置にあると推定されている。そもそも太陽圏の形や大きさは太陽活動の変化や太陽が通過する生管空間の物質密度などによって、 常に変化していて、銀河磁場の影響で進行方向の反対側に流されて広がった、ちょうど巨大な水星のような、いびつな形をしていると考えられるため、ヘリオポーズの位置や太陽からの距離を厳密に特定するのは難しい。エッジワースカイパーベルトの分布範囲は、概ねヘリオポーズの内側にあるが、このベルトに属する一部の天体は、ヘリオポーズを出入りしたり、 その外側に位置する場合もあると考えられる。現在発見されている太陽系天体で最大の軌道長半径を持つセトナは近日天付近以外の大部分の期間ヘリオポーズの外側にいるとも考えられるが太陽系の形が不明確であるため定かではない。2008年に神戸大学のパトリック・リカフィカ、向井ダシらが発表した惑星 X の予想軌道も オールトの雲は完全にヘリオポーズの外側にある。2004年12月、ボイジャー1号が人工物として初めて太陽からおよそ90 a u の位置で末端衝撃波面を通過したことを NASA が2005年5月24日に発表した。ヘリオシースに到達した最初の宇宙探査機となり、ボイジャー2号の観測と合わせてヘリオポーズが 宇宙の磁場の影響を受けて歪んでいることを突き止めた。2012年8月25日、ボイジャー1号が人工物として初めてヘリオポーズに到達し、太陽圏外に出たと2013年9月12日に NASA が発表した。ボイジャーエンターズソーラーシステム、エスフィナールフロンティアバイビルスタイガーウォールド、NASA ゴダードスペースフライトセンター、2005年5月24日。 発表ボイヤーにプラブスソーラーシステムイズ、スコーウォッシュとアーカイブド2007年12月13日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、NASA ・スプスクラフト・インバックス、オン・ヒストリック・ジャーニー・イントゥ・インターステラースペース、NASA ・ジェット・プリープルション・ラボラトリー。ありがとうございます。